界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。作戦を発動する。市街の鬼を排除し、防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。一匹でガキとは違って手強い。警戒せよ。玉振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して V 破壊せよ。Thank you.
の撃破を確認。見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたの？象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力で内に隠して V 破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかけよ。前線に何の不思議がある？戦場で兵を指揮する神羅号はどうした？逃げただと？下船な。圧倒的優位な状況でなぜ？警戒を怠るな。いずれにしろ港は押す。ここを拠点に鬼を迎える。念はか。はっ。間もなくよ。よし、全員準備はいいな。数限りない。北の例え。なんだ。なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。あなた様は。失礼、本日はどちらから？横浜。ずいぶんここは長い。みはどうぞ。よう。目覚めたか？体の調子はどうだ？あいにくこれでも立派な。お前、俺は時継ぐだ。墓を取って食われねえように気をつけろよ。
誰だ、私の研究所に勝手に入るな。お前は時継ぐに聞いてきたか。また余計なことを言っていないといいが、動き回れるようなら心配はないな。私は博士。知らんなだな。やはり里のものではないな。お前は里の近くの森横浜。何か事情があり、詳しく話してみろ。横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここに。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか。厄介だな。ここはマホロバの里。横浜からはるか西、直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に、横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前のもしよ。そいつの身元は。よう、どうした。どこぞな一挙。どういう鬼の襲撃を。しっま、そうか。お前、鬼とた悪いが、代わりに私が。鬼のさっき完成。まだ実験段階だが。何、天才である私が作る。おいおい、嫌な予感しかしねえ。あまり動くな。本当に戦う気。これでいいだろう。よし、よく使い方はじっちと言っても。はお前どさ。あははふざけんな。言っておくが、そんなもんいいから黙って私に。行くぞ。危ないから来るな。私たちもモノノフ。鬼を撃つ鬼だ。鬼を撃つ。脳天に風穴開けてやる。二人とも用意はいいな。鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の使命に呼応して想像を具現化する。それがからくり、鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべる。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じられねえ。どうなってんだ。せい。
横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の。すまんな紅月、鬼の手。鬼の手、その目で一気に勝負を決めるぞ。左は腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は魔月非常点になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。鬼の手ですか。一体どういう。今の戦いに集中しなくては。風が顔を隠します実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼ヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも。びっくり人間にでもなった気分だぜ。原理はお前の体と同じ。もっともその力よくは分かりませんが。そういうことだ。それよりお前、どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。鬼に食われた英雄。後でお前の体を調べ。心配するな。ようやくコノへのお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけの。ガキが数匹逃げていくのを見た。承知しています。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。外、まさか戸様では。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は。紅月様もお体に気。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残って。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を覚えておきます。私は紅月、この里で。では。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる。早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。
軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。今じゃ生き残りを探すってなんだ。ジロジロ見てんじゃねえ。この体珍しいか。カラクリと言ってな、体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前の。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だ。10年前、世界中に鬼があふれ、人、我々は大曲時、その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った。つまりお前は10年の時間を飛び越えて。仮にそれが鬼門に飲み込まれたものは。そういう話を。お前が飲み込まれた空、鬼には時間の垣根がなく、奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。わずかだがな。ここでは話がキテレツすぎてついてけねえ。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で夕げを焚く火を残したまま、どこを探しても兵士は。それから10年後、調べると彼は消えた兵士に解放され、目覚めた彼は自分の遊戯。そりゃ浦島。遥か昔からこの世界、その何かと秘密裏に戦うのが。その体はどうした。なんだ、どうなってる。これは。私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるようにお前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何かし。私にも。だがこいつは本来この世界に。なんだそりゃ。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。かといってお前が所属して横浜で戦ったモノノフは全滅した。それでも過去とのせだが、過去ではない。ここでお、あ、とりそ、お、私の助手をしながらいい返事。誰もそうは言ってね。決まりだな。じだこ、明日ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか。我が使い手よ、哀れな。ならせめて願わく。私は鬼打つ者の。